で、このアーティザンの人たちの人生の喜び、それは彼らの遊び心で他のタイプを楽しませ、興奮の高まりに巻き込むことですと。まあ、皆さん言い過ぎと思ってるかもしれません。心のある理想主義者、NF ですね。心のある理想主義者は、アーティザンの自己意識のなさや、この肉体的魅力に魅了され、しばしば衝動的で、この内省的でない SP に、自分自身の NF のイメージを投影します。芸術的な楽しむや肉体的な快楽に惹かれ、彼らの会話や行動の無駄遣いさに感心するかもしれませんと。そして何よりもガーディアン SJ は気楽で官能的な SP アーティザンに自分たちのしっかりとした心配や責任感の姿勢にほとんど行しがたい総裁を見出します。実際他のすべての気質にとって、特に SJ ガーディアンにとってアーティザンとのデート、SP とのデートは素晴らしい休暇を過ごすようなものだと。自由と新しさ、新奇さと書いてあります。新奇さはしばらくの間かなり楽しいし、より真剣な問題の重荷を彼らの肩から取り除くのに役立ちますと。一方で、この SP のアーティザンたちの、軽薄で楽しい性格は、他の気質にとってしばしばややフラストレイテッド、フラストレーションのことですね。失望、イライラであり、失望の的になりますと。楽しむやゲームだけでは、理想主義者、合理主義者、または SJ、ガーディアンを長期間満足させるのにほとんど十分ではありませんと。他のタイプは最終的にパートナーとして遊び相手以上のものを求め、SP をより深い水域に、NF を自己探求に、SJ を社会的責任の認識に、また NT を包括的な研究に導こうとしますと。この時点で SP は閉じ込められた感じになり、不安定になる可能性が高いと。まあ、相手が今度はピグマリオンをしてくるわけですね、はいはい、SP に。SP に。そうすると息苦しいと。はい、アーティザン SP は物事をあまり真剣に考えたくない傾向があり、できる限り誰もが笑顔でいられるようにし、パーティーを続けることを試みますと。さらに感情的な約束の表現は一般的に SP にとっては負担だと。感情的な約束の表現、まあ、感情も約束も嫌なんですかね。まあ約束が嫌なのか。感情的な約束の表現は一般的にアーティザンにとっては負担であり、感情的な約束なんじゃないですか。感情的な約束って何ですか。いや、まあ感情が多分そんなに薄いんじゃないですかね。ちょっと読みますね、すみません、はい、彼らはしばしば結婚や婚約、そういう永続的な関係についての話題を避けようとする。ゆるーく振り回し、一日一日を大切にすることを好むと。これはSP が長期的な関係にコミットしないという意味ではないが、むしろそれらが彼らにとって困難であり、その努力が関係に大きな負担をかけることがあるということですと。SP は結婚の問題に直面したくないと思っていて、しばしば黙ってしまい、パートナーに話すことをすべて任せるか、パートナーの計画に従っているように見えます。ただ実際には時を待ち、痛みのない脱出の機会を待っていると。しかしより強い圧力の下では、はい、アーティザンは自由を主張するのに無策であり、場面が変わると彼らが関係に残した傷跡に気づかないかもしれませんと。一方、アーティザンが真剣な関係に同意すると再びスピードが肝心ですと。長引く求愛は彼らの注意を引くことができません。なぜなら彼らは行動が必要であり、その行動には現れた衝動に対処することも含まれるからですと。落ち着きを取り戻す準備ができたとき、SP は実際には相手の選択にかなり断定的に見えるかもしれませんが、これは瞬間の気まぐれであり、例えば NT の特徴的な
よく考え抜かれた決定ではないかもしれないと。アーティザン SP は具体的な現実に非常に敏感ですが、その瞬間に存在するものを受け入れる傾向があり、そのため相手の誠の質や適合性を認識することが難しいことがあります。適切な時に誰かがそこにいる場合、それが受け入れられる可能性があります。そのプロセスでは SP は忠誠心を持つ人とただ通り過ぎる人との違いを認識できないかもしれませんと。常に楽観的でリスクを愛するアーティザンは、通常関係における潜在的な危険を全く警戒していませんと。特に女性の場合、賢明ではない関わりに巻き込まれる可能性がありますと。将来を考えるのが苦手って話だと思うんですよね。あ、なので約束したくないんじゃなくて、うん、もう分かんない、将来とか言って言われても分かんないみたいな話、もう今の積み重ねが将来じゃないのみたいな。じゃあそのもう言い方がね、もうイライラするんですよっていう話だと思うんですよそうなんですよ多分、はい、で違う、もう誓ってよって思うんですよ。嘘でもいいから好きって言ってよみたいな。嘘でもいいなら言えるんですよ嘘でもいいなって、じゃあつけないでよってはい、俺は真剣に愛するよって思うんですよ。でそので、将来のイメージが全く湧いてないんで、はい、俺だって真剣に愛してるようだと思うんですよ今って言いましたね今、はい、で将来のイメージが全く湧いてない状態で言われるとみたいな、一生私のこと好きって言ってよ、はい、って思うんですよ、はい、僕は言えるんですよ、はい、運命だって、はい、言うんですよ、はい、軽いかもしれないけど、はいまあ、みたいなところじゃないですか。でそこの、まあ、言えるか言えないかは言えるかもしれないですよ。あ、はい、でもそれはでも全くイメージできてない可能性はありますよって話ですよ。 SP だと今、うん、この人だって思ってるから言ってるみたいなのはあるかもしれない、はい、けどそこに自信はないわけですよ。でももうよく分かってないみたいな。で今ここにあったのは、はい、例えば僕は一生前のことを愛するよって多分言うんですよ、言えるんですよ、はい、一生とかっていう言葉を簡単に使うんですね、はい、SP さんはどうなんでしょうね。いやそういうのも、はい、その約束、先ほど出た感情的な約束の表現、はい、いやこれ一生君のことを愛するよっていう宣言じゃないですか、はい、長期間のでそれがイメージできないって話ですよ。できるかもしれないし、はい、できないかもしれないみたいな。あ、じゃあ言う言わないはまた別、言う言わないはまた別だとは思うんですけ ど, なるほど。で好きかどうかは今のことなので言えるわけじゃないですか、はい、自信を持って今好きね、はい、はい、でこのアーティザンの求愛はしばしば贅沢な贈り物、この贅沢さ、 SP はしばしば高価な贈り物を通じて性的な魅力を表現します。で特徴付けられていると。また新しい歯を繰り返し行うという贅沢な約束も含まれます。アーティザンは相手を喜ばせるために異なる色彩やキャラクターを取り入れるカメレオンの能力を持っており、しばらくの間自分が期待されるようになるために最善を尽くします。 SJ にとっては責任がある感じ、自走主義者にとっては、より精神的であり、合理主義者にとってはより読書好きになるようになるでしょうと。アーティザンは自分の善意にかなり真剣であり、メイクオーバーでかなり説得力がありますが、通常約束された新しい行動はあまり長続きしませんと。まあ、初め好きになられるために本好きを装ったりなことをやるけどっていうことですね、はい、結婚の時が来るとアーティザンは伝統的で正式な宗教的儀式にはあまり興味を持ちません。彼らは逃げ出して駆け落ちしたり、ラスベガスで急な結婚式を挙げたりすることを好むかもしれませんと。 SP は相手のために華やかな教会の結婚式を我慢しますし、社交的な SP は大きな結婚式で注目の的になることさえ楽しむかもしれませんと。しかし SP は通常非伝統的な儀式の方が幸せです。行動や冒険への愛を表現する種類の儀式ですと。船長による海上での結婚式、パラシュート降下中の結婚式、スキューバダイビングの結婚式みたいなもの、はい、同じくハネムーンのアイデアは
エキゾチックでスポーツ的なものである可能性が高く、カリブ島でセーリングをしたりとか、アトランティックシティでギャンブルやショーを贅沢に楽しむなどですという、うん、はい、SP さん、はい、言い過ぎ？ん？カーシー言い過ぎ？カーシー言い過ぎというとに感じました、 SP タイプとして。まあなんか楽しい方がいいかなとは思いますけどね。まあ理事としてはやるけどみたいな我慢はするけど我慢はする。まあそこまで思い入れがあるわけでもないんで。でも僕それはね、はい、男はみんなそうだと思ってたんですよ。みんなそうっていうと儀式とか興味ないし、はいはいはい、はい、僕も興味ないし興味ないって思ってたんですけど、はいはい、これは SP でって書かれると、はい、あ、これは男性じゃなかったんだなって今ちょっと思いました、はい。まあ、儀式に興味がある人もいるんじゃないですか。男性で、男性でも結婚式あげたいって、結婚式あげたい、家族の手前とか、あ、そう、親戚にみたいな、挨拶しなきゃって、うん、SJ、 特に SJ なるほど、はい、そういうのはクソくらいじゃないんですね。クソくらいじゃないと思いますよ。クソくらいとは思わないと思うんですよ。なるほど、はい、これは男みんなそうだそうだって決まってるって思ってたんですけど、はい、違うんですね。